今日はよろしくお願いします。すごい豪華、ね、豪華え、でも初対面の人も多いですよね、はい、多分マリテンさんがみんな私知ってる、あとは思うの初対面の人が多いですね。今日はね、このメンバーで、まあ、美容についてやっていきたいんですが、まあ、まずは自己紹介ということで、ちょっとね、一人一人あの自己紹介なんか持ち出してきた。じゃあ、すみれ先生から。はい、よし。すみれ先生、超有名大型高級お風呂屋さんで本指名0から100オーバー、不動ナンバーワン。浴室技からベッド、その技の数は500個以上。嘘。個人講習は2ヶ月先までリピーターで一瞬で埋まる超予約困難の神リピート率講師。すごーい。神リピート講師なんですか。神リピートの講師ですね。講師になったらエミリーさん行きましょうか。大からメロンガール、はい、ほんほんほん、入店以来圧倒的指名数と本指名数を獲得、予約争奪戦の人気上、明るいキャラと豊かなコミュニケーション能力でお客様に癒しと究極のホスピタリティを提供させていただいております。すごい、そしたらセイラちゃんいきますか、はい、大観メロン、公式アンバサダー持ち前の明るさと笑顔で2年事前キャンセル待ち、はい、本指名率9割の予約困難状、俺たち付き合ってたっけが合言葉の元カノ接客はじめましてで、あれ付き合ったことあるっていうのが合言葉ですね。そしたら、リオちゃんいいですか。はい、川崎の主、セシルの怪物と呼ばれており、7年間すべてご予約完売。すごい。エロ売りなし、色恋なしで月間の趣味100本記録。男女ともに圧倒的な本指名数、顧客数、驚異的な速度での予約が埋まる。不足客を作らず休憩なしひたすら分回すスタイル。頑張らないがもっと。はい、頑張ってますよね。頑張ってますよね。ねえ、でも100本やったら縮みますよね。走り回るのが好きなんで、すごい回転回転回転回しで分回しスタイルなんで、はい、そしたらみなみちゃんいいですか。はい、池袋のカリスマ人気場、1ヶ月先まで予約が完売、入店以来待機はゼロ、自然体で飾らない笑顔が魅力、男性はもちろん女性からも憧れられる努力の女神。ありがとうございます。はい、そんなメンツで今日はやっていきたいと思います。今日なんですけど、まあ、美容トークということで、まあ、皆さんコンプレックスってありますか。いや、まくりですよコンプレックスは、ね、ある人みんなしかないでしょ。どうしよう。しかもスミレ先生から聞きましょうか。お、確かに、ね、私のコンプレックス、あ、顔だとやっぱり、うん、まあ、いろんなこと気になるじゃないですか。いろんなこと気になる、まあ、いろいろやってきたんですけど、お肌とかで言うと、まあ、赤い毛穴みたいなのをが気になって、こう毛をなんか落としちゃったら結構 赤いんですね。へー、そうなんですよ。やっぱすっぴんだと、まあ、酔ってるみたいな。へー、そうなんですよ。顔赤いんですよ。だからそれがコンプレックスですね。それって何が原因なんですか。肌質、肌質だと思います。なんか薄い、あ、皮膚が、あ、そう、皮膚が薄くて、そう、血管が透けちゃうから赤いみたいな感じで、私なんだろうな、シミが結構多くて、うん、まあ多分乾燥肌だから、ちょっとなんだろう、浴びるだけでもう去年のやつがもうすぐバッて出たりとかするんですよ。シミそばかす、あと小じわが、小じわとか言ったら小じわ、言えないけどね、あるじゃないですか、うん、今すごいそれが気になってて、さっきも電話してました。あ、そうか。セルちゃんどうですか。私左右非対称です。なんか気にならんね。すごい気に、あ、それで眉毛のアートとか入れたりして整えたりはしてます。へえ。でも眉毛変えただけでも、確かに。そうですね。なんか力の入れ方が違うらしくて。あー。それでコンプレックス。ちなみに私はもう圧倒的にキビ肌。中学高校マジで本当にこう男子とかに言われるとさ、ずっと気になる。なんかそれが結構社会人ぐらいまでずっとこう気にし続けてたかな。今ニキビ跡と気になる。ゆうちゃんは、はい、なんか私肌とかだと肌荒れとかは全然しないんですけど、もうなんか楽しい、あのなんかほくろがなんか昔顔に何個かあって、でそれをなんか
中学の時とかにコンシーラーで隠してたりしたんですよ、うんうんうん、でも、もう大人になったらもう取れるじゃないですか、うんうんうん、あのピコレーザーとか、うんうん、あれでもう、もう気になるとこは全部焼いて、ジュージュデコルテとかのほくろも取っちゃいました。ほくろなしだ。もう結構なくなりましたね。やっぱ露出した時に、ね、なんかちょっと気になると、え、運気変わりませんね。え、私も先生なんですよ。メイク自体をそもそも大学入ってからするようになって、うん、で、まあ、このお仕事も始めて、まあ、メイクの仕方が分からなくて下手くそだったっていうのもあると思うんですけど、とにかくなんか変なんですよ、顔が自分に合ったあの色とか、うん、なんかその化粧水の選び方一つでも自分はなんか乾燥肌なのかな、うん、なんかそれもなんか多分全部ちぐはぐだったので、なんか本当一人目の接客終わった後になんかもうドロドロになるみたいな感じで、化粧は難しいよね。そうですけど、で唇の色も取れちゃったりとか、うん、なんかいろいろあったので、なんかその辺を研究して、うん、いろいろ頑張ってようやく最近しっくりをショットが来たかなっていう感じですね。あ、私はあのマリテンさんと一緒にずっとそのニキビ肌に悩んでたんですけど、もともとすごいオイリー肌で今でもテカってるんですね。で、私たまにやつですね、マリテンさんとこまでじゃなんかおでこ綺麗ですねって言われるけど、いやおでこ綺麗じゃん、これテカってるだけだ今でも気になるのに、ね、油取り紙ずっとペタ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 やってますね。聞いちゃったんですけど、うん、どうやってコンプレックスを克服したのか話していきたいんですが、じゃあちょっとスミルスとかまた回ってきます。ああ、私は結構肌管理っていうんですか、うん、やってて月に、まあ、1回ぐらいレーザー当てたりとか、うん、で自分がなんかこう何すればいいか分かんないじゃないですか、うん、でなんかとりあえず流行ってるやつはやればいいのかな、うん多分これ私に合わないかもと思っても一回やるみたいな、すごいそうね、一回やります、何でも、で月1ぐらいで肌管理して、で全然合わないとかもあるんですよ、もちろん、うんうんうん、すごい荒れちゃったとか、化粧品、化粧水、スキンケア系もそうなんですけど、とりあえずバズってたら買い、へえ、めちゃくちゃ試すんだ。そう試します。で今でもだからなんかその、まあ、なんとなく赤いのは引いてきたんですけど、顔レーザーとか当てた後とかは結構引いてきましたね、うん、って感じですね、うん、まだあの冒険中です。そんなね、気になるの、え、本当ですか、嬉しい、うん、はい、そしたらエミリーちゃんも、あ、私はそのシミ治療でそのクリニックでピコレーザーを1回当てたことがあるのと、うん、あとはね、やっぱ仕事上その長い休みが取れないから、うん、そのかさぶたとかできるのも嫌だし、塗る系の外服薬って言うんですか、レチノールハイドロキノンを今ちょっとずつ塗ってる段階、あれか、むけたりしない、ちょっとむけます、なんでむけたら一回ちょっとやめて、うんうん、むけないように出勤に響かないようにやってるかな、怖いんですよ、やっぱ当てたりとかするのが、それこそ袋とかも怖くてできないから、うんって変わっちゃうかもしれない、うんって変わっちゃうかもしれない。シエロちゃん、私あの合わせ鏡を買って、人から見えてる自分のまま化粧するみたいな、いつも見てる鏡じゃなくて合わせ鏡で化粧したら相手から見えてる顔がその鏡に見えるんですよ、めっちゃ逆なんですよ、それを見て化粧してしてます。そうするとまさに非対称だとか、そうです、そっかそっか、悩みのね、私は、ダーマペンとかポテンツとかやってニキビ肌をどうにかこうにかみたいな感じなんですけど、あの皆さんご存知の通り、私鬼出勤状でして、おうおう、あんま休めないんですね。だから全然赤い、そのまま行ってる、取れない、あのそのまま行ってる、すごい気にしない。多分お客様の中にはなんか今日赤いなみたいな人がい
たのを今ここで、あ、それが理由だったんです。ああ、ここで知った。学生の頃の自分にね、教えてあげたいですね。治るよって。確かにちゃんとね、治るんだよっていうのがね、分かったので、ね、そうですもんね、うん、私もっと早くやってくれよかったって思ってました。私はまあさっき言ってたカレンダーとフォトフェイシャルは毎月やってて、なんかフォトをやるとなんかこうシミとかくすみとかがちょっと軽減されるんで、ハイドラフェイシャルと一緒にやるときもあるんですけど、ハイドラフェイシャルで毛穴をきれいにしてからフォトフェイシャルでシミとかを軽減させるみたいな感じも毎月やってるんで、ハイドラフェイシャルは洗浄、あ、洗浄みたいな感じですね。フォトフェイシャルをは、なんかシミとかくすみとかをこうちょっと軽減させるような感じで、1回じゃ効果は出ないんですけど、なんか継続するのが大事なんで、それを毎月月1に、コツコツコツケースみたいなわかめ、わかめ、愛情の名前が飛んでたよ、得意だよ、愛情。これとりあえず定期的な、ね、メンテナンスが大事かなって思って、行ける時にいてます。ね、20代後半になったらね、もういかに手かけるかですから。確かに確かに、前回20代前半の間ね、重みあるね、重みがあった、重みが伸びたわ。私はさっきセイラさんが合わせ鏡使ってらっしゃるって思ってて、それにちょっと近いんですけど、スマホのノーマルカメラで定期的に自撮りをするように、して現実を見てます。えらい、私ノーマルカメラも絶対使わなくなっちゃいますね。絶対使いたくないんですけど。それも外カメラ、内カメラだとちょっとまた変わってくるので、外カメラは鏡をこう置いて、で外カメラ向けるとこうどう映ってるのか鏡越しに見えるので、それで自撮りして、あ、なんかちょっと今日化粧変なのとか、なるほどね、この写真性するんだとか、なんかそれを見て勉強というか研究というか。で、私の場合、なんか遺伝子検査、なんか私の場合脂質代謝が悪いらしいから、なんか脂っこいものを食べるとすぐにテカテカになっちゃうっていうのが分かったから、なんか食事も改善したいだとか、あとなんかお肌のなんか遺伝子検査もなんでなんだっけ、忘れちゃったんですけど、なんかビタミン C が足りないらしいんで、なんで定期的になんかビタミン C のなんか美容注射とかっていうのを受けていたりとかしてましたね。みんな努力してますね。じゃないと無理だもん。いや、本当にね、美容保つのは。皆さんサロンとかクリニック通っているということなんですが、ちょっとですね、今日皆さんに見てほしいものがありまして、私と宝安先生が、新宿、丸井にある肌ラウンジさんという、美容クリニックのアンバサダーに、なることが決まったんですね。こう美容詳しい方たちから見てどうなんだろう、確かに手術のメニューだとか、そうちょっと見てほしい、ちょっと特殊なんですよ。これちょっとぜひ見てください。肌ラウンジさんが月額制のサブスク制を取り入れてまして、月間契約だと毎月42,800円を払うことによって、通い放題というか、すごい受け放題になってる、そうなんですよ、受け放題、すごいめっちゃ安い、この選んで受けるんですね。そうなんです。実際、すみれ先生とかりおちゃんと詳しいと思いますけど、金額的にどうですか。このダーマとかめちゃくちゃやっぱちょっと値段が張るんですね、全体のクリニックとかで。なんで私なんかわざわざ国外に行ってあら、やってるんですよ。確かにいつも韓国行ってるイメージ、そうなんですよ、高いんですよね、もうすごく。なんでもう旅行代出しても向こうの方が安いと思ったんですけど、これこの値段とめちゃくちゃリーズナブルなんですね。なんでここで受けれるんだったら私国外応募しなくてもいい。そうだね。え、めっちゃ安いですね、ダーマから。ダーマって、あ、なるほどね、あとベルベットスキンもめっちゃいいです。結構大体のあれですよね、悩みに効きますよね。ちょっと透明になりたい私みたいな、こう透明感すごい出るやつ。透明になりたい、透明になりたいよね、透明になりたいですよね。
ういう手術をするの、うん、あのさっきリオちゃんが言ってたフォトフェイシャルとか、うん、フォトメイクがすごい出るじゃないですか、うん、確かにリオちゃんも毎月受けてるやつありますもんね。ねえ、あ、そうそう、うん、しかも安いです、うん、そうだよね、うん、そしたら皆さんちょっと体験してみたくないですか。したい、したい。実は同じ建物の中にあります。そうですね。ということでこの後皆さん体験をしに行ってもらいます。ありがとうございます。嬉しい。それぞれの皆さんの体験動画はレポートは、X でポストをしていただくので、まあ、本編としてはねここで終わりにはなるんですが、ちょっとその感想も、皆さんの X で見れたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんが体験に行かれたところなんですが、私たちアンバサダーに就任ということで、ねえ、嬉しいですね。光栄なことでございます。つまり何か特典ってあるんですかね。私たち特典欲しいですか。欲しいです。せっかくですからね。もちろんご用意しております。交渉しましたか。はい、マヨタイキャンペーンとして無料のカウンセリング、まあ、肌診断ですね、に行っていただくとクレアソンというプラズマ超音波器が無料で受けれます。あのなんか肌のターンオーバー促進してニキビ跡にもいいって言われてるやつですよね、うん、そうなんです。私たちが気にしているポイントにもね効くクレアソンを無料で受けることができます。素晴らしい、はい、でこのキャンペーンなんですが応募方法一つ注意がありまして、カウンセリングの申し込み、進んでいただいた最後に招待コードという、枠があります。そこにマヨタイとひらがなで入力をして予約をしてほしいんですね。したらプラソンがついてくると。はい、ここで抜けちゃうともしかすると受けられなくなってしまう可能性もあるので、必ずマヨタイひらがなでね、はい、書いていただければと思います。ということで今日は、まあ、7人で座談会だったんですが、うん、どうでしたか。いやでもやっぱりね、あの綺麗な方はあれだけ手をかけてるっていうのがよくわかりました。思いました思いました。なんかみんな美人でいいなとか、そうそうそう、綺麗で可愛くていいな、それがしょうがないよねみたいな感じで思ってたけど、やっぱ可愛い子綺麗な子は努力してる。いや本当にいかにその手をかけるかっていう形ですよね、うんうんうん、なんかよくあの綺麗な人に、まあ、普段お手入れないしとかって何もしないですって、ね、うん、言うのもいいじゃないですか、うん、でもちゃんと今日ね出演いただいた方は包み隠さず、ね、教えてくれて、嬉しかったですね。でもやっぱりすごい勉強になりましたね。勉強になりました。ということで私たちと一緒に綺麗になりましょう。やりましょう。この動画面白いと思った人は高評価チャンネル登録お願いします。シリアの情報など概要欄に記載してありますので、よかったら見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。